灰色の空に覆われた自動車の街デトロイト地元メーカーの販売不振が続く中11日開かれたモーターショーはこれまでのイメージを覆すものとなったこちらにエレクトリック・アベニューと書いてあります今回の会場にはですね初めて電気自動車だけを集めたコーナーが作られました昨日発表された中国の新車販売台数は前年比で46%も増加 アメリカを抜き名実ともに世界一となったそんな中 GM の破綻後初めてアメリカで開かれるモーターショー新型車の出店は去年の50代から今年は40代に激減展示の中心もこれまでの大型車からエコカーに様変わりしていたここで世界中のです、ね、エコカーに乗ることができますこれメルセデスの燃料電池車ですちょっと早速ままたた乗ってみいいと思います まるで公園です。ものすごく広いですね。エコカーで先行するトヨタとホンダは、それぞれモーターとエンジンを併用するハイブリッドタイプの新型車を発表。ハイブリッドがどん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 普及期に入ってくると思うんですね。シンプルにアフォーダブルな価格で効果の高いシステムを普及させるかが企業としてのこの生き残りのキーだと思っています。地元 GM も。 家庭用電源で充電することもできるプラグインハイブリッド車ボルトを秋にも発売する予定だ韓国メーカーも黙っていないヒュンダイはハイブリッド車の北米市場投入を発表さらにあれこれ韓国の電気自動車メーカーなんですけどコスプレですねこれは警察官でこっちはですねあこれ郵便ですよ コスプレもいいが重要なのはこれらの車がほぼ全て電池を使っているという点意外な分野からも失点があった、えー、ここはですねバッテリー会社が並んでいるエリアなんですけど、なんかこう、ただ軍服を着た人がいますね <laughs> 軍用車の開発メーカー 民間企業と共同開発した軍事用リチウム電池を使った軍用車の能力をこうアピールする軍にとって大事なことは軍用車などの燃費を上げることと戦場で必要なパワーを得ることですこれは自動車業界がハイブリッド車などに求めていることと共通しています エコカーで主流となりつつある小型リチウムイオンは日本と韓国そして中国で9割近くを製造してきたこれに対しオバマ大統領は2015年までに100万台のプラグインハイブリッドを製造すると宣言し去年2000億円もの予算を執行した単純比較はできないものの日本政府の補助額が70億円程度なのに対し数十倍もの力の入れようだ アメリカも国を挙げてその頑張っている、まあ、安心して使える製品にしていくという部分ではまだまだ日本の方があ、まあ、優れているのではないかなか2010年、生き残りをかけた戦いが続きそうだ。